ミニマリスト渋です。今日はですね、はい、見ての通り、ミニマリストのみさんのお宅に訪問してます。はい、じゃあちょっと自己紹介をお願いします。はじめまして、マミと言います。ミニマリストでインスタグラムと最近 YouTube を始めました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。概要欄にマミさんのチャンネル貼ってるんで、ぜひ見てみてください。で、もうタイトル通り、僕がこの部屋をルームツアーするという内容です。では早速もうマミさんにカメラマンをお願いして、僕がこの部屋の隅々まで漁っていきます。レッツゴー。ゴはい、では早速ルームツアー始めていきます。ちなみにこの部屋の広さってどれくらいですか？ここは5.2畳です。5.2畳。はい、すごい、なんかちょうどいいサイズ感ですね。そうですね、住みやで、すい。ここがいつもインスタで見るおしゃれなテーブルですよね。そうです。これどこで購入されたものですか？これは私以前名古屋に住んでいて、ああ、名古屋。はい。隣の岐阜県の古道具屋さんで買いました。古道具、アンティークな感じですか？そうです。確かに質感がそんな感じだもんな。すげえ。で、ちょっと気になったんですけど、こはい。れってどういう用途で、鏡じゃないですよね？そうなんです。なんよく言か、われるんですけど、そああ、れはもインテい。ィアです。ああ、なるほど、なるほど。かわいい。すりガラスの。おお、なるほど、すりガラス。はい。本当だ。うちの物件もこれと同じすりガラスです。見えないやつ。だからカーテンなしでもっていそうなんですよ。う。なるほど。で、この中何が入ってますか？ここは身支度の化粧品とか入ってます。なるほど。ちなみに中見れたりしますか？もちろんです。じゃあ、今全時で僕がカメラを持つんで、ちょっと中身を見せてもらいたいでわかりす。ました。はい、変わりました。はちょっとい。こ の中を見せてもらいます。おお、なるほど。確かにここでもう全部完結するって感じですよね。そうです。ご飯も化粧も、あと、iPad で作業したりとか。そうです。そうですね。もうここしかないので。なるほど。あ、それあれだ。無印良品のもっと使えるやつ。定番ですよね。これ出して、支度してます。ああ、なるほど。おお、いいな。ここで全部まとまってるみたいです。そうです。やっぱりなんかインテリア的にも、その1箇所にまとめておくのが一番いいですよね。使いそやうすでいすし。ね。なるほど。かわいい。てか、このカゴって、蓋閉めたら、なんか、割とテーブルとかにもなりません？物っそうてでなりす。そう。はい、触っそう。ていいですか？あ、普通に支頑度丈してだ。ますよね。普通にこれ机になりそそう、サイドテーブル代わりに買ったんです。収納にもなるう。し、ああ、なるほフラッど。トだから、テーブル代わりにもなるっていうので、なるほど。かわいいし。我が家だったらこれ1個で済みそうだですよね。な。これで飯 食えそうそう。そうそうそう。全然十分です、一人だから。なるほど。ありがとうございます。はい。で、俺がカメラマンになってるけど、それで、あ、そこに iPad 置いてるんだ。そうですなるね。ほど。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとチェンジお願いします。いはや、でも動画的にやっぱり美女が映った方が、い。なんかあれだな。でみんもな目に私優がしい紹感じ介するが。の 確難しかいにな。けど。俺の動画でやる意味ないから。じゃあ、そうちでょっす。と、皆さん、すいません。変わりますね。変わります。次気になったのがこれですね。これ何の観葉植物ですか？これはベンジャミン・バロックっていう名前の、すごいおしゃれな名前出覚えてきまた。した？ベンベジンジャャミン・バロックですね。ほうほう。ミン。くるくるの葉っぱに一目惚れして買いました。ああ、確かに、本当だ。全部こんな感じで、なんか、くるそうくるなしんてでる。す。いや、観葉植物いいですよね。ちょっと俺も聞きたいんですよね。いや、なんか、大悟さん、メンタリスト大悟さんが、観葉植物を置くと、まあ、いろいろ、メンタルにも、まあ、いろいろいいことあるから、肌荒れ治るとか言ってて、そう、本当いいことずくめらしくて、まあ、だから、それこそ、なんか、社長だったら、絶対オフィスに観葉植物置いた方がいいって言って、なるほど。そうなんですよ。インテリアだけじゃなくて、ちゃんと、なんだろうな、もう体にも優しいっていう。初めて聞きました。そう。ちょっと僕も参考にします。ぜひ。で、これも観葉植物か。それは、はい、でもドライなので、うもんうん、う似たりとああ、かないやつです。なるほど。はい。で、時計と、ここにあれですか？小物類が全部。紙と腕時計と紙類。朝つけてって帰ったらすぐそこに戻せるなるほど、なるほど。アクセサリー類ですね。じゃあ、クローゼットがあっちで、はい。で、ここで身支度するときに小物類つけるみたいそうです。最後につけて出てくみたいな感じですね。な。なるほど。はい。じゃあ次はクローゼット行こうかな。はい。クローゼット。はい、すごい。いや、このサイズ感いいな。いいですよね。なるほど。多分こことここクローゼットですよね。そうです、そうです。おお、すごい。コンパクごちゃト。ごちゃなの。これでもう全部ですはい。もんね。いや、そうこです。れぞ。ほぼ全部。あと上にクッションの裏に、ああ、季節物。そうです。
しまったぐらいですかね。女性でこの数は超少ない。結構服好きですよね、多分。服、おしゃれは好きです。なるほど、なんかおしゃれするにあたって、はい、数増やさないようにしつつおしゃれにするためになんか気をつけてることあります？あー、でも服より私小物が好きなので。あー、なるほど。あのバッグとかストールとかそういうもので遊んでます。あー、わかりやすい。じゃあ割と服は、なんだろう、シンプルなものとか使って柄物で遊ぶみたいな。そうですね、の方が飽きないし買いやすいかなっていう。確かに感じはしてます。小さいし。なるほど、そういう楽しみ方があるみたいです、はい、参考にしてみてください。僕も持ってました。同じ色です、ベージュの。これでしたっけ。これです。なんか金色のこれの一番大きいやつ買ってました、はいはい、これでなんか全国旅してもらうみたいな。なんか譲ってましたよね。そう、譲ったんですよ。なんか浪人してる大学生の子に譲りました。なんか受かったら福岡の九州大学に来るとか言ってたんですけど、へー、受かったのかな。どうなんだろう、はい、で、ここがあれですか、書類。そうです、ほぼ、まあ、本とそのクリアファイルに書類、うんうん、おー、結構少ないですね。そうですね、本は、はい、本が多いのか、うん、なるほど。本は 1,2,3,6 冊、ここに入る分だけ持ってるって感じですかね。そうです、あの掲載していただいた。あー、そう、僕たち2人、ちょっとすみません、手に取りますね。あ、どうぞ。宣伝しよう。しましょう。この本に2人とも掲載されてて、で、手元にもこれがあると。そうです。もう僕ちょっと、あの、ツタヤで売っちゃったんですけど。残さないんですね、そこ、はい、しかも、そう、僕ら結構割と最初の本出てるんですよね。あ、そうなんです、ちょっと感動しました。1ページ目と2ページ目にマミさんが出てるっていう。すごい。確か21人いるのか。全員知ってるわけじゃないんですけど、数少ない知ってる総知人だったので、なんか嬉しいなと思って。はい、私も光栄です。で、ここにあると。はい。はい、これは何ですか？それはタオルです。ああ、なるほど、はい。タオルっていうと、バスタオルとかフェイスタオルとかも全部。そうです。組み込み。はい。なるほど。で、これクッションですよね、クッションです。はい、ここに置いてるときと、ここに置いてるときなんか違いありますか？あの、掃除するときに上にあげます。あ、なるほど。そのままで。なるほど、じゃあこ撮影前に掃除して今開いたままで。そうです。ちょっと今置いてみてもいいですか？あ、どうぞ。そう、僕もちょっとソファーなんかマットレスの上に置くのありかなと思って。ソファー、あー、ソファーじゃない、クッションか。ソファー置いたんですけど。あ、なるほど、これと合う感じの色味になってる。はい、部屋が閉まりますよ、クッションあると。なるほど、うん、それでうちも彼氏さんいらっしゃいますよね？いないです。あ、そうなんだ、すみません、やばい。なんか俺、インスタかなんかの質問でいるみたいなことを、はい、そう、なんか前見たから、てっきりそのイメージがあったんですけど。あ、過去形ですかね。なるほど、そうです、みんな今、フリーだそうです。で、でもこれあったら結構あれですよね、まあ、それこそ友達とか、まあ、彼氏とか呼んでも全然通じますもんね。うんうんうん。あと、この、そう、マットレス、これ気になったんですけど、はい、あれですよね、新健康マットレス、はい、あ、ご存知ですか？あ、結構あれですよね、Amazon とかでマットレス調べたら今結構上に出てくるから。あ、へー。そう、僕もなんか前買うときにこういうのあるんだっていうのは知ってたんですよ。あ、そうなんですね。ちょっとすみません、見てもいいですか？あ、全然。これがあれか、シーツをかぶせてるみたいな。そうです。あ、なるほど、これいいですね。この、これだったらマットレスでも、うんうん、なんだろうな、まあ、結構ミニマリストでこう マットレス置いてる人多いですけど、割となんだろうな、はい、こう殺風景な感じになっちゃうから、こういう感じでなんか厚めのシーツを上にかけて、はい、で、そう、ソファーを置いたら、うんうん、もう完全にこれあれですよね、ソファーじゃない、クッションだ。一回間違えた。ソファー置けば、はい、クッション置けばソファーっぽくなるか。そうです。なるほど。洗濯もその方が楽なので。確かに。上だけ。これだ。あ、すごい、これもちもちしてる。なんかこれ丸められるんでしたっけ？そうです、丸めてきましたね、しかもくるくるって。じゃあ引っ越しも楽だ、これ。はい。すげえ。なるほど、これどうですか？あ、すごいいいです。あの、本当腰痛が治りました。おー、すごい。回し物じゃないですが。じゃあ腰痛に悩んでる方は新健康モットです。ちょっとぜひぜひ。この辺りにあれですね、ご飯物というかキッチン用品が。はい。じゃあ中は見たらまずいか。あ、下は大丈夫。下は大丈夫、何もない。はい、この可愛い納豆がある。そう、僕唯一冷蔵庫欲しいなと思う瞬間があって、はい、納豆なんですよ。あ、納豆食べ
そう、納豆好きで、でも保存できないじゃないですか、はい、だから2パック買って、でもう1日のうちに使い切るんですよ。納豆メインの食事にしようみたいな。でも、まあ、2パックってやっぱり量多いから、そう、1パックずつ食いたいなと思う時があるから。確かに、僕こんぐらいのスペースの冷蔵庫欲しいですもん。あこれなんですか。あこれです。お酒、あセブンイレブンのワインですよ。なるほど、はい、めっちゃおしゃれな名前こんな感じです。はい、じゃあ、あとは炊飯、これあれだ、これ無印ですよね。そうです、3点。なるほど。それで言うと、これ気になったの、そう、あれだ、なんか湿度が分かるやつ。そうです、加湿器、湿度計か。はい、ハイジロメーターって書いてますね。なるほど、こんな感じかな。それで言うと、はい、ここいいっすね。なんかこの部屋、基本的に白基調、はい、だからなんか可愛いっすよね。あ、そこも気に入ったポイントです。何にでも合わせれるかなと。確かに。じゃあちょっとこっち行っても大丈夫ですか。はい、てかもうこことここで全部ですか。そうです、あと右の扉が、あとトイレとか、あの水回り、はい、お風呂とかで。じゃあちょっと帰ります。はい、ここにも植物好きですね。好きです。どう、これ可愛いな。壁にかけるやつですよね、これ。そうですね、あのドライフラワーですか。ドライフラワーです。なるほど、ドライフラワーいいですね。いいですよ。確かに、お手入れいらないし。お手入れいらない。はい、ドライフラワー導入してみてくださいドライフラワーっぽいな、これドライフラワーだ朝食です。なんかすごいリアルな感じですね。いやもうほんとスッキリしてる、はい、かわいい。これなんかいいですね、真っ白。これ何がどっち入ってるんですか。はい、右にハンドソープで、左が、うん、あの食器用洗剤です。ああ、なるほどなるほど、はい、だそうです。これ辺見ても大丈夫ですか。あ、大丈夫です。これはこれも無印ですね俺もこれ、あの、まな板発火してるんで。おー、すげえ、すごい綺麗、めっちゃ綺麗にまとまってる自炊しないのがバレちゃう。これなんすか、めっちゃ軽いですね。それも無印です。最近買いました。へ、なんかあれですか、耐熱とかですか。あ、はい、ポイポイ、レンジも大丈夫。なるほど、やっぱりキッチン周り白で統一するのすごいいいな。されましたよね、そこから白に。最近やったんですけど、いや、なかなかやっぱり清潔感っていいですね。うん、で、あ、ここに全部まとまってるのか。そうです、こんな感じです。こんな感じです。参考にしてみてください。僕が単純にこの辺り得意じゃないから、簡単な説明で。これなんですか？これが靴箱と収納ですね。ちなみに玄関こんな感じです。一番最後が玄関っていう。確かに。あ、これあれだ。無印のクリップ。これ俺もプロテインとか閉じるのに使ってるんですけど。いや、これいいっすよね。なるほど、はい、これに、これあれか、スティック掃除機を貸してる感じですね。そうです。なるほど、初めてこういう使い方してるの。ああ、あれだ、さっきのあれとくっつけて。はい、なるほど、アイデア技っすねこんな、じゃあ靴、中見てもいいですか。この中大丈夫ですか。全部見合わせる。おー、おー、すげー、きれい。ここにまとまってるのは洗剤類と。そうですね、お掃除とかの、ここに靴、あ、少ないですね。てか、それで言うと、靴ってどんだけ持ってます ?1、2、3、4、今5足ですね。5足、すごい少ない、参考にしてみてください。女性の割に、これあれですよね、このサンダルの、あ、ビルケンです、ね。ビルケンだ、はい、そう、僕は持ってたんで、うん、定番のやつが。そうですね。スニーカーと、あ、ヒールが2つですか。ヒールは1つ、あれがパーティー用のヒールで、あ、なるほど、これはヒールない普通のパンパス。あ、そうなんですね、なるほど、ヒール1つなんだ、なるほど。うん、結構これを見ると運動好きな感じですか。あ、でもこれはランニング用に買いましたね。なるほどなるほど。水回りが残ってるけど、このあたりは。あ、全然大丈夫。あ、大丈夫ですか。じゃあこれが最後かな。じゃあこっちに行きますね。はい、ちょっと水回り失礼します。お、なるほど、こういう感じになってるんだ。はい、へえ。変わってますよね。そうですね、なんかここもなんか真っ白ですね。そうです、綺麗。このまま見ると、で、すみません、ここって見てもいいですか。あ、大丈夫です。開けたら分かると思います。なるほど、開けると、あ、なるほどちょっとこれ噛みますね。なんと、すごい、ここに向こうから引いてもらえばいいのかあ、すごい、なるほど、こういう仕組みになってんだ。そうなんです、ね、どっちからも、すごい、トイレから、あの、洗濯機で使う人はそっちから洗濯機として使って。なるほど、はい、あの、もともとこのクローゼットが要は、あの、下に洗濯機置き場があったんですよね。で、それをここクローゼットにしてるっていう感じで、だから、そう、どっちからも洗濯機が置けるようになってるっていう。なるほど。
いかがでしょうか、まみさんの部屋は。これで、いや、めちゃくちゃ可愛い。確かに物少なくて、でもなんだろうな、はい、僕の部屋がその典型ですけど、はい、完璧になくしまくってるから、まあ、基本的に僕インテリアの要素も基本的に全然考えてないから、はい、この部屋ってある程度なんだろうな、物減らしつつもこういう観葉植物とかなんか遊び心があっていいですよね。ありがとうございます。よくなんか可愛いミニマリスト部屋みたいな言われ方しません？あー、はいって言ってきます。いや本当よかった。皆さんぜひ、結構これだったらみんな真似できるんじゃないかな。これくらいだったら全然困らないと思うし、うんうんうん、はい、真似しやすいと思うんで、はい、ぜひ。はい、これちょっと後撮りなんですけど、今夜の部屋を撮影してます。で、マミさんの部屋が結構これ照明めっちゃこだわってて、ちょっとそれの紹介してもらいたいなと思ったんですよ。で、これなんかすごい照明ですよね。そうです、これはソレングラスっていう太陽光で充電するコードレスの、すごいおしゃれ照明です。だってこれあれです、バッテリーいらないですもんね。そうです、なんか部屋の外に置いといて日光を浴びせとけばもう充電されてると。そうです、ね、災害の時とかめっちゃ役立ちますよね。はい、本当にこれいいよな。南アフリカの方が作ってる。へえ。で、中に好きなもの入れれるのでプレゼントに。ああ、なるほどなるほど、うんうんうん、なるほど。で、今そうこの部屋夜なんですけどめっちゃ雰囲気がいいんですよ。これがあるからソネングラスと間接照明でもうザ・マミさんの部屋って感じですねこれは。はい、以上マミさんの部屋のルームツアーでした、はい、ではこの動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録、はい、コメントもお待ちしてます、はい、多分ちゃんとここでコメントしたらマミさんも見てるんで皆さんぜひ書き込んでください。お願いします。それでは。